皆さんどうもこんにちは、こんばんは、おはようございます、しばひげです。今日は5月10日、5月10日ということでモンストの日、モンストの日と5月10日は今日プレゼントの締め切りですよね。今日の、22時59分でしたっけ、締め切りで、結構ね、たくさんの方が応募していただいてるので、もう僕もずっと常に見てるんですけど、もう結構ね面白いね、ツイートとかも結構見かけますので、ひたね引き続きね当選者の方をねギリギリまで時間待って全てね目を通したいと思いますので、もうしばらくお待ちください。はい、ということで今日はですね、にゃーお、なんで急に泣くかね、ポチッと達成したんですよ。このね、ミッションだけ残ってましたので、これを終わらせました。ピッピーピー！はい。500ポイント達成で始まりの道、星6確定ガチャ、いただきます。はい。あ、なるほどね。これからこういう風にいろいろやっていきましょうねっていう、あれですね。なるほど、なるほど。いいじゃないですか。ちなみに今、カオルくん来てるじゃないですか。今、僕今ね、ラック93ぐらいなの。93なので、今来てる時間帯、まあ、10時ちょい過ぎぐらいなんですけど、その時間帯のやつで、まあ、終わらすことができるんじゃないかなと思います。はい。始まりの道。お、ちょっと待って、これ、どのキャラが、すごい、マーメイドローレライがセンターにいるっていうことは、結構強いですもんね。排出されないキャラ、あ、でも結構でも出るね。さすがにテンペストとかそういうのはね出ないでしょうけど、2020年5月1日以降に登場したキャラクターは排出対象外になります。まあまあまあ、それはそうでしょう。エヴァが出てもおかしいしね、ここね。はい、ということで、じゃあ行ってみましょうか。ちょっとその前にね、こっち一回して、全然尺を伸ばすけど何でもいいからね。なんか今日長いね。通信が長いね、今日ね。なんかみんな弾いてんのかな？一連続。やっぱあれのかな？なんか最近記事で見るんだけど、ネットとかがね、みんな在宅で使うから、すごい不安定にね、なってるっていうのはね、何かに見ましたよ。まあまあまあいいじゃないですか。はい。じゃあ最後にね。こっち引いて終わらしたいなと。おお、したかしたか。始まりの道。これ一体だけだよね。まあ、でも星6確定だからね。マーメドローレライがもう一体いてもいいかな。艦隊組めるので。強いっすよね。使ってて気持ちいいし。使ってて気持ちいいし、使うところ結構多いですよね。エラーが出るの。おお、来た。びっくりした、エラーが来た。始まりの道500ポイント達成おめでとうということで、いきます！いや、もしさ、いちいち通信投げるの何なの？何なの？もし次ね、エヴァコラボ来るとしたら、僕多分ね、第5弾の時多分40代ですよ。いきますね、40代に行きますよ、ね。早生まれで同学年はね、39なんだよ、今年。ん？ガリバー？ガリバーか。こっちのガリバーってほぼ使わない。こっちはすごい使えますね。近畿の2とかその辺で使ってるから、未だに使ってるから。うん。サムライキラーついてるしね。あおー！ということで、僕は最近ね、100円ショップとかに行って、もうまあね、自粛期間で、まあ、やってるお店とか限られてるんだけども、ちょろっと買い物に行くことはあるので、さすがにね。その時に最近買った恥ずかしいもの。これ。100円で売ってたリップです。際立つ発色、華やかなリップ。恥ずかしかったね。